三重県伊勢市の伊勢神宮で31日、神宮奉納大相撲が行われました。春のお伊勢場所として市民らに親しまれ、67回目を迎えます。横綱、省の富士が力強い雲流型の土俵入りを奉納。午後からは相撲の禁じ手を紹介する、きり、や、幕内力士らによる取り組みもあり、約3000人の観客を沸かせていました。各界では、 荒れる春場所、と呼ばれることがあるが、今年の春場所は異例のレベルだった。その中心には、初土俵からわずか9場所で新入幕を果たし、初日から11連勝を達成した三琴富士がいた。最終日は右足首の怪我で球場危機に直面しながらも、強行出場して勝利を収め、100等年ぶり2人目の新入幕優勝を達成した。高1からレギュラーに名を連ねたが、 高2で左膝前十字靭帯を断裂する重傷を負い、一年以上を棒に振った。高3で戦列復帰するも直後に再び同箇所を負傷。日大進学後も怪我に苦しみ、実力がありながらタイトルには恵まれず、悔しい思いを募らせた。優勝や勝敗よりも気にしていた。兄弟子横綱の恩義今場所はどんなに白星を重ねようが、全く意識してないとそっけなかったが、 勝敗よりも大事にしていることがあった15日間しっかり土俵に上がること、怪我の怖さを嫌というほど味わっただけに、入念な準備は常に怠らない。それでも14日目の朝の山線でアクシデントに見舞われた。まともに歩けないほどだったが、同じ伊勢ヶ浜部屋の兄弟子で高校の先輩でもある横綱、小野富士の、お前ならできるという言葉が力になった。 失意の底にいた高校時代、しばしば母校に立ち寄っては目をかけてくれた。幕内デビュー場所の土俵入りでは、地元津軽鉄道の列車と五所川原名物、立田がデザインされた二種類の化粧回しを披露。故郷への変わらぬ思いを貫く超新星は、相撲王国復活の鍵も握っている。荒井太郎、週刊文春2024年4月4日号、各界には、 荒れる春場所、という言葉があるが、今年の春場所はレベルが凄す,すぎた。その主役が、大銀なんも祝えないちょんまげの新入幕、御琴富士だ。初土俵から所要9場所の史上最速隊で新入幕を果たすと、昭和35年初場所の大砲と並ぶ。史上1位隊の初日から11連勝。翌12日目は土がつき、大砲越え、はならなかったが、 その後も優勝戦線のトップを走り続け、最後は右足首の怪我で球場危機に陥るも千秋学は強行出場して勝利。110年ぶり2人目の新入幕優勝という歴史的快挙を成し遂げた。地元でやりたかったけど部員が集まらなかった。出身は昔から相撲が盛んな青森県五所川原市。地元での稽古相手が集まらなかったため、高校は強豪の鳥取城北高に入学した男性は、 ゴールドイが強く、苦渋の選択をした。左膝前十字靭帯を断裂し、一年以上のリハビリを経て高参で戦列に復帰したが、再び同箇所を負傷し、悔しい思いをした。日大に進学しても怪我に苦しみ、タイトルには恵まれず、兄弟子横綱の恩義を大切にする姿勢が伝わった。15日間の取り組みに全力を注ぐ男性は、 怪我の怖さを知っているため、入念な準備を怠らない。しかし、十四日目の朝の山線でアクシデントに見舞われた。高校時代、失意の底にいた私は母校に立ち寄ると、よく目をかけてくれた。横綱から序二段に落ちながらも、兄弟子の不屈の精神力に触発され、各界の頂点に上り詰めた姿は、私にとって巫事富士の血となり肉となった。 幕内デビューの土俵入りでは、地元津軽鉄道の列車や五所川原名物、立田がデザインされた化粧回しを披露。故郷への思いを貫く超新星は、相撲王国復活の鍵でもある。110年ぶりに二人目の新入幕優勝を果たした力士は、青森県五所川原市出身で、地元で相撲を始めたが部員が減少し、高校は鳥取城北高に進学。 怪我に苦しみながらも、日大で実力をつけてタイトルを獲得できなかった。15日間しっかり土俵に上がること、怪我の怖さを嫌というほど味わっただけに、入念な準備は常に怠らない。それでも14日目の朝の山戦でアクシデントに見舞われた。まともに歩けないほどだったが、同じ伊勢ヶ浜部屋の兄弟子で高校の先輩でもある横綱、小野富士の、 お前ならできるという言葉が力になった。失意の底にいた高校時代、しばしば母校に立ち寄っては目をかけてくれた。自分は横綱の背中を見て育ったので、大関から序二段に陥落しながら不屈の精神力で這い上がり、各界の最高位に上り詰めた兄弟子の姿は、高一の頃から九年にわたり、巫女富士の血となり肉となったことだろう。幕内デビュー場所の土俵入りでは、 地元津軽鉄道の列車と五所川原名物、立田がデザインされた二種類の化粧回しを披露。故郷への変わらぬ思いを貫く超新星は、相撲王国復活の鍵も握っている。荒井太郎、週刊文春2024年4月4日号、大相撲の春巡業が三重、伊勢市で始まりました。横綱、小野富士が伊勢神宮で土俵入り後、取材に応じました。 宮城の部屋の宮城の親方。力士らが伊勢ヶ浜部屋に転席することについてコメントしました。関取が7人おり、三役昇進を目指して切磋琢磨します。部屋頭として責任感を口にしました。春場所での休場後、体調が良くなっていることを報告しました。夏場所での復帰を目指しています。横綱、小の富士が31日。 4月から転籍してくる宮城の部屋について初めて言及した。30、伊勢神宮で開幕した春巡業での土俵入り後に対応。生活リズム、稽古内容は違うが、お互いを理解すればプラスになることもある、と、前向きに受け止めた。部屋は総勢30人以上の各界一の大所帯となる。切磋琢磨して、一人でも三役にあげたい、とも語った。 春場所では弟弟子の御琴富士が110年ぶりに新入幕優勝。右足首負傷を押しての快挙に。大したもの。日頃の相撲に対する行いが良かった、と称えた。大相撲の春巡業が31日。三重県伊勢市の伊勢神宮で始まり。腰痛で春場所を途中休場した横綱小の富士が知らぬ日型の土俵入りを披露した。取り組みからは外れたものの、 できることを精一杯やった。光栄なことだし、巡業が始まったなという気持ちになったと言葉に実感を込めた。腰の状態は病院で治療をして、なんとか良くなってきたと説明。夏場所の出場に意欲を示す一方、申し合いや取り組みへの参加は、様子を見ながらと慎重だった。4月からは暴力問題で当面閉鎖となった宮城の部屋が、 小野富士の所属する伊勢ヶ浜部屋へ転席。お互いに理解して、切磋琢磨していければ、と語った。CBC テレビ三重県の伊勢神宮で、神宮法の大相撲が開かれ横綱、小野富士らを一目見ようと大勢の人が詰めかけました。午前から行われた伊勢地方の春の風物詩。神宮法の大相撲。神宮法の大相撲は、 春の地方巡業を前に巡業の成功と力士たちの無病息災を願い伊勢神宮への参拝と相撲の奉納を行います。内宮では横綱、昌野富士が力強く土俵入りを奉納。大勢の相撲ファンから歓声が湧きました。昌野富士だけすごい人一倍体がでかくて迫力がすごかった。美こと富士さんも見たかったけど足を痛めているし仕方ない。いい天気でよかった。 午後からは幕内力士によるトーナメント戦も行われました。3月の春場所で1 0 0年ぶりとなる新入幕優勝を果たした美琴富士関は怪我のため休場しましたが、訪れた人たちは目当ての力士の取り組みを見るなどして、春のお伊勢場所を楽しみました。CBC テレビ、三重県伊勢市の伊勢神宮での奉納大相撲から始まった春巡業で、小の富士が復帰し、 知らぬ日方の横綱土俵入りを奉納。現在の体調は良くなってきていると語った。美琴富士が百0年ぶりの新入幕優勝を果たし、球場の弟弟子を励まし、偉業達成へ背中を押した。宮城の部屋の力士らが伊勢ヶ浜部屋に合流することに前向きに話した。